ピアノの練習 ABC 系練習曲10番をやりたいと思います。まずはこの予備練習からです。この曲は C にフラットがついて、ファが主役の F メジャーです。で、この曲の、難しいところというか醍醐味というか、この指替えがあるところでもう滑らかにこう段差がつかないように弾けるようにすることが一つの醍醐味だと思いますので、まず予備練習でこの1に変えるところをきれいに進むように練習をしてみましょう。この曲ですが、指先を立てるのであれば少し手前に、引っ張るように。あげると滑らかになります。そのまままっすぐひたすら下ろすと少し硬くなりますので、動けるような状態に少し滑るように弾いてあげるか、この先をに注意を向けながらも、この触れるところで弾いてあげても、少し伸ばして触れるところで。上げても滑らかになります。で、皆さん1の指がでこっち側に向きやすいので、そうするとで、ここがうまくいかなかったでしょう。親指を少し立てて、ここで触れるように。弾きながら弾くことも大事ですので、この予備練習の時にその練習をよくやってみてください。練習曲の方ですが、まずここからテーマが始まります。ダダダダダダダ、1、2、3、4、5、6、7、8、8小節でひとまとまり。ここにつなぎが入ってここで2回目。また1、2、3、4、5、6、7、8小節で終わります。で、次 B ブロックに行くと、先ほど C のフラットの F メジャーと言いましたが、ここで C のフラットが取れるので C メジャー J ドゥアの8小調に転調します。右手が鼻をかけて左手が答え、右手が鼻をかけて左手が鼻をかけて左手が応えて一緒になってまとまる。まあ1、2、3、4、5、6、7、8、まあこれはちょっと9、1歩、このタラララララってつなぎがくっつきますが、ここでまた最初と同じのの、まあ2回目の方ですね。タラララララで最後に向かってまずこれが全体の流れです。で、さっきも話したように、このスラ指替えのところとか位置が出てきたところでボコボコせずにいけるようになると、この曲きれいに弾けます。速度記号はアンダンテ116と書いてあります。四分音符116はこのテンポです。拍子に乗って、まずここまでが1つですね。で、次もう1回最初と同じメロディーが、この最初の一番最初のテーマのここが最後に向かって大きくなるようにフォルテと書かれてます。
次チェーズバーに移るところと右手が歌ったら左手が歌うんですが、こっちに夢中になるとこっちが外れてしまうんですけれども、この右を押さえておくことで、この左を鳴らした瞬間にもう一回右が鳴ってくれるので、ここまで残しておいてください。ここで右がもう一回鳴ります。次も同じソにたどり着くところまで一緒にいてください。そうか、3回続いたら一緒にソ、少しブレーキをかけてあげるような感じ、それで整合性を取る。